さんですね、ご視聴いただきましてですね、ありがとうございます。どうもすいません。これが親分さんですね。可愛いでしょ、これね。この目と唇がすごいですよね、これね。これなんかですね、ちょっとこう、私ですね、ちょっとお金が欲しいので、誰かなんかね、親分がこれね、なんかピアノ弾いてるやつをですね、ちょっと作っていただけないでしょうかね。なんかそうしたらね、ちょっと1億個ぐらい販売してですね、でちょっとね、お金欲しいなと思ってですね、まあそんないらないんですけども、まあちょっとですね、ごくね、平凡にですね、暮らしてるだけ、いけるだけのお金があればいいですけどね、あとはね、余分なお金はね、ちょっとね、大企業に使うんじゃなくてですね、大企業に使うんじゃなくて、やっぱ個人の商店にですね、個人のお店にですね、お金をね、使った方がいいと思いますね、これからはね、絶対そうです。個人のお店に使った方がいいです。できるだけね、ちょっとでいいです。もうね、大手企業っていうのはね、ちょっと本当にやばいですね。今日もなんかツイッター出てましたね、ワーストツイッター載ってますね、ワースト10 やばい食品会社ワースト10って載ってて、まあいつも見てる会社がね、そういう会社が出てくるのでね、そういうのなんだっけな、そういうのを専門でやってる YouTube さんとかいっぱいあるじゃないですか。いっぱい、どこ、誰とは言わないですけど、いっぱいあるんですよ企業のね、あの実態をですね、ちゃんとね、ちゃんと、客観的にね、説明してるね、あと私もあれですよ、あのねタマホームもうちょっとで1万回行くんじゃないのかな、あれ、あのね、あれちょっとねピピピってやってんですよブラック企業とかね、なくなってほしいのでね、これみんなで、だからそれ宇宙戦艦ヤマトのですね、アンドロメダの画像で話したんですよ。我々は武器を持っているっていうね、ブラック企業をなくす方法っていうのを喋ったんですよ、前にね、それちょっとここに書いておきますね、書いておきます、いいでしょうかね、もう説明のところいっぱいなんで、コメントのところに書いておきますね、コメントのところに、はい。それで今日はですね、運命のルーレットを回してなんですけども、なんかね、なんか80回とか再生されてたね、前のやつが、謎と、あとなんかね、あれはまだ40だったね、皆様ですね、皆様って言ったらあれですけども、別に私はもう偉くもなんともないしですね、ごく一般人でございます、庶民、何でもない、もう何でもない庶民でございますね。ただピアノはね、ちょっと長くやっていじくってるのでですね、こうね、ね、これ楽しいじゃないですか、楽しくないですか、これね、楽しいですよね。結構ね、楽しいでしょ、これでね、楽しくないですか、すごい楽しいんですけど、私だけかな、楽しいって思うのですね、別に上手とか下手とか関係ないじゃないですか、音楽っていうのはね、この間もなんかね、バカ野郎とか書く人がいたんですよ、なんかちょっと怒りましたよね、そんなこと書くべきじゃないですよ、ちょっと私とですね、コラボレーションしてくださってるか、今までね、延べ人数結構いらっしゃるんですよ、私の作ってカラオケね、カラオケの再生リストもありますんでね、カラオケに音を重ねてくださる方いらっしゃるんですよ。で、私もですね、まあ昔はやっぱりね、10年前になるとやっぱ無知だったのでですね、やっぱりね、やっぱこの優生思想っていうものがあるんですよ、優生学とか優生思想っていうね、
でそういうのをねいろいろこう、まあ、いろんなこと勉強してですね、まあ、そういうのはもう良くないと、本当に思うようになりましてですね、地球の土地はですね誰のものでもないんですよ。地球の土地は本当は誰のものでもないんですよ。よろしいでしょうかね。でお前頭おかしいっていう方はそうやって書いてください、うん、これ私の別に私のあのおしゃべりとかに書いていただく分にはもう全然もう大歓迎ですね。お前狂ってるとかね、あの書いてほしいんですよ、うん、ね、地球っていうのは地球のものですからね。地球っていうのは地球のものなんです、全部、うん、このね、ピーちゃんもあの親分さんも地球の方なんですよね。地球の物質でできてる、我々人間もですね、地球の物質でできてるんですよね。地球元は地球なんですよ、ね、死んだら地球に戻るじゃないですかね、よろしいでしょうか、はい、一体何の話をするんだとね、そういうことなんですけど、このチャンネルはこういうチャンネルなので、そういうふうに最初にですね前振りをこうやってしてるにもかかわらず80回も再生されるってね、ちょっとどうかしてますよね皆さんね、うん、だからそれがやっぱりですね、私はあの嘘だけはつきませんので、まあつく時はありますけど、それはね人を幸せにする嘘はつくかもしれないですけどね、あの嘘が嫌なんですよ全てのね、全部ね、あのでみんな嘘だらけで生きてんですよ、ね、ほとんどのねもう 99.9999% ねみんな嘘で生きてんですよ。本当の気持ちで生きてないんですよ。だからこんなひどい世の中なんですよ。よろしいでしょうか。あとはですね、みんなでねお考えいただきたいんですけどね、私はそういうふうにですね4年間喋ってきたんですよ、はい、別に具体的に何がどうとは言わないですよね、うん、みんな嘘をついて、あ、いや1個だけ言いますね、女性の化粧ですよ女性の化粧ってのは嘘でしょあれね、嘘でしょあれ、嘘ですよあれね、うん、自分をよく見せたいっていうね、これ嘘なんですよ、うん、そうですよね、違います、うん、いや、まあそれするのは自由ですよ、自由ですけどね、うん、まあ、基本的には私は、基本的にはですよ。うん。まあ、いや、事情がある人もいるからですね。うん。だから私、整形はすごくいいと思うんです。整形はね。私だってね、整形したいんで、この歯を取り替えたいんですよ。歯をね。うん。そうしたら人生変わりますよね。うん、変わる。うん。だけど、やっぱり自分の歯がいいと思いますしね。うん。だから、まあいいんですけどね、あとちょっとで死ぬからいいんですけど、うん、まあ死ぬ前にねこうやってね何でもしゃべくりまくってね、今日もね、まあ、別なチャンネルでいっぱいしゃべりましたけどね、これ今日もね、ちょっとまた火がついてきたのでまたしゃべりますけどね、うん、ねもうずっとしゃべってるので、しゃべってんですよ私ね、一人ぼっちなのにね、誰に向かって喋ってんのか分かんない、もう自分に向かって喋ってんですね、はい、それでいいんですよ、はい、それでですね、何でしたっけね、まあまあ運命のルーレット回して戻るんですけど、戻りましょう、もう 何を喋ったか分かんなくなっちゃうね、まあ地球のも、ね、物質は誰のものでもないとかね、いろいろ言いましたけれどもですね、まあね、あと紙はお金だとかね、紙お金は紙ですよね、あと、うん、あじゃあこれも言っときますね、これも入れときますね、硬貨っていうのあるじゃないですか、ここ500円玉とかね、あれはですねもう多分ね作れる人いっぱいいると思うんですよ私、うんうん、作れますね、はっきり言ってね、あれは作れると思います、硬貨はね作れると思いますよ、うん、重さとかねいろいろね、それは簡単にはできないですよ、簡単にはできないけど多分ね、まあなんね、溶接っていうんですかね、わかんないですけど、だいぶイメージしてくださいね、ちょっと言葉ではちょっとあれだからね、できるんですよ絶対、あとお札も多分ね本物が作れますよ、作れる人いっぱいいると思いますよ、うん、いっぱいいると思います、本物偽札じゃないですよ、偽札じゃないですよ、いいですか、本物のお札を作れる人も多分相当いると思いますよ、うん、
だからですね、ルパン三世カリオストロの城ってあるんじゃないですかね、まあ、それもずっと喋ってきたし、寺澤武一さんの悟空ですね、寺澤武一さんの悟空ね、それからあのトンネルズっていう方の木梨憲武さんの主演のあの犬屋敷っていうね、これをずっとこのページのあのこのあの説明のところにずっと書いてんですけど、他にもあったらですね、教えてください。はい、で紙のお金も作れると思うんで、あの偽札じゃなくてね、偽じゃないですよ、本物ですよ、うん、それから ATM とかあの自動販売機ってあるんじゃないですか。でそれはどこをチェックするのかってことですよね、何をチェックしてんのかってことね、瞬間で何かをチェックしてんですよ。だけどその全部が全部ねチェックできるわけないんですよ、なんかポイントがあるはずなんですよ、わかんないです、これはわかんないですよ、もうわかんないですよ、その仕組みはわかんない、でもその ATM を作ってる会社の人は全部わかってんですよ、お札の仕組みを全部わかってんです、お金の仕組みわかってんですよ、だから同じもの作れる人いっぱいいると思いますよ、うんうん、あそれはそういう会社で働いてる人ね、例えばなんですかね、今話題の富士通さんとかね、富士通さんってね今もう有名じゃないですかね、ね、あの大臣のね、コオロギ大臣のね、有名なコオロギ大臣ですよ、うん、あの方がねどんどんこうのってね、いっぱい毎日こうツイッターに出てくるんですよ、あの言論の自由ってあるじゃないですか、言論の自由ね、表現の自由ね、あの表現の自由があるから私これ喋ってんですよ、表現の自由があるんですよ、でもこの YouTube っていうのはないんですよ、YouTube っていうのはないんです、表現の自由がないんですよ、言論の自由がないんですよ、うん、あるのはツイッターだけなんですよ、だからツイッターを見てないとやばいんですよ、うん、ツイッターのね、でしかも誰を見るかですね、誰を見るかですね、あの人を見るのも、滝沢ガレソさんとかそういうのを見るのもいいけれど、あの人を見るのもいいけれど、それだけじゃダメなんですよ、もういろんな人の見ないと、いろんな人のね、うん、でこの人はインチキだろうって思う人のも見た方がいいと思います、私はね、うん、あの全部インチキじゃないから、全部インチキじゃないからね、わかりますか、わかりますか、うん、あのインチキのものもあると思いますよ、あると思いますよ、うん、それは別に誰がどうとかそういうのは私は言いませんよ、うん、でもいろいろこう調べていくと、あこれはやっぱりこの人の言う通りだなとかね、あこれは違ってるなとかね、そういうふうに分かってくるんですよ、うん、すみませんちょっとね、分かるんですよ私ね、分かるんですよ、もうすぐ分かるんですよすぐ分かるようになりましたね、うん、あるいはですね、まあ、いろんなイベントがあるじゃないですか、イベントって言葉しか使えないですけどね、イベントっていう言葉しか使えないんですけど、あのね、なんか始まるんですよ、いろいろね、あのいわゆる政府がなんかやるんですよ、イベントをやるんですよ、でね、最初にね、出てきた大学の教授とか、それは多分ね本当の人だと私はちょっと感じてんですね、最初に出てくる人ね、だけど全部終わってから出てきて、あこれは実はこうなんですみたいなことを言う人はですね、嘘ですよ、嘘の人ですよ、あのね、うん、何でも分かってんですよ、誰でもね、あのその頭の悪い人はなれませんからね、そういうポジション取れないじゃないですかね、だから全部分かった上でやってんですよ、分かりますか、意味分かりますでしょうかね、うん、意味わかりますでしょうかね、うん、なんとか名誉教授とかね、そういう人ですよ、なんとか名誉教授でね、うんうん、だけどまあそういうのもですね、やっていくうちにね、圧力もかかるんですよ、圧力も、あそれ言ってもらっちゃ困るなとかね、うん、そういう話ですよね、うん、だから言論の自由っていうのはツイッターにしかないんですよ今んとこね、あまあフェイスブックも平気ですけど、フェイスブックは広がらないんですよ、なんか広がんないんですよ、うん、本当に、うん、ツイッターのが広がるんですよね、うん、YouTube はいいんですよ、 YouTube はね一番いいんですけども、あの、うん、だけどだんだん少しほんの少しですね、うん、だからまだまだなんですよね、私の動画3万本ぐらい消えたんですよ、 YouTube 動画3万本ぐらい消えたんですよ、私2012年からやってんですよ、2012年からやってんですよ、
で全部消えたんですよ。それで今3800ぐらいまでね、あともう2つチャンネル持ってまして、うん、そっちは今のところ生きてますけどね。それでアクセスもありますありますね、うん、だから今ちょっとね、おしゃべりはそっちにちょっとまた戻そうかなと思ってね、いっぱい喋ろうと思ってますけどもね。こうやってよく喋りますよね、私ね、よく喋りますよね、うん、まあ、同じ話をねいっぱいしてるんですけども、毎回違うんですよ、微妙にね。音楽も同じなんですよ、同じね、同じ音を出しても違いますしね、違うわけでございますよね、ということでですね、そういう感じでね、まあ他にもね言いたいことはねもう山ほどあってですね、あれなんですけど、運命のルーレットなんですよね。運命のルーレットをですね回していらっしゃいますか。はい、私が回してんですよ。これを今日のハイライト、あ、どうもすいません、すいませんでしたね。運命のルーレットちょっと回してみたいなみたいなね、回すとどうなんのかなっていう感じでですね、はい、もうこのぐらい喋ってね、多分最初のもうね3秒ぐらいでブチって切られてると思うんですけれども、中にはね、これじゃあ最後まで聞く人は本当に変態ですからね、変態、自分は変態だってね。でも変態っていうのはすごいことなんですよ、すごいことなんです、個性なんですよ、ね、世の中にですね同じ人間は一人たりともいないんですよ、いないんですよ、いないんですよ。だから全員が希少価値なんですよ、わかりますか。希少価値なんですよ。希少価値っていうことは価値があるってことなんですよね。うん、同じ人がいっぱいいたら別にそれ同じ人だから面白くないじゃないですか。みんな違うから面白いわけですよね、うん、だからでも同じにさせようとするんですよね。どこがですか、学校とかね、同じにさせようとするんですよ。あと先生の機嫌を取る人が一番いい人なんですよ、わかりますかね。先生の機嫌を取る人が一番いい人なんですよ。だから仮面ライダーとかもね、そういうのねちゃんともうちゃんとやってるしね、割といい傾向なんじゃないかな、うんうん、先生に逆らうっていうね、うん、いいじゃないですか、先生に逆らってね、オッケーですよ、うん、ただ先に生まれただけだから、先に生まれただけで別に能力なんてそんな能力ある人いないと思いますよ。それはそう、わかんないですけどね、仮面ライダーファイズでね、中の上とかそういう言葉って出てくんで、見てますか、仮面ライダーファイズ今やってますよね。面白いんですよ、仮面ライダーファイズね、うん、あれ面白いですね、うん、よく作りますよね、テレビってね、やっぱすごい、テレビってすごいんですよ、ね、だからね、やっぱりみんなテレビに騙されちゃうんですよ、ね、うん、テレビが全部悪いわけじゃないですよ。でもね、ちょっとおかしいところも結構あるんですよね、うん、だから、うん、そういうのは見なきゃいいんですよね、テレビね、うん、だから名探偵コナンは面白いじゃないですかね。真実は一つなんですよ。あと今話題の声を変えるやつね、これ今ツイッターですごい話題じゃないですか、声を変えるやつね。でも名探偵コナンはもうはるか前からやってるわけですよね、はるか前で。原作の漫画は私見てないですけども、漫画か小説か分かんないですけど、漫画ですよね、多分ですね、はい。そうしたらその原作者の頭の中では漫画を描く前にそういうのがもうできてるんですよ。あるいは誰かにこういうのを書いてくださいって言われたか、そういうことは分からないですよ。だから手塚治虫の手塚治虫さんのサンダーマスクとかね、デビルマンレディーは永井豪さんとかね、いっぱいゲゲゲの鬼太郎もそうだしね、いっぱい出てるんですよ、ツイッターにね。あと何ですかね、いっぱいあるんです、岐阜新聞とかね、ロンドン2012年ロンドンオリンピックとかバルセロナオリンピックとかね、あといっぱいあるんですよ。復活の日とかね、復活の日ってね、小松左京さんね、あとね、まだいっぱいあるんですよ。そういうのもう全部ね、私だからそういうのを探してるんですよ、アニメ見ながらね、うん。それでキャプテンウルトラも喋ったしね、いろいろ喋ってんですよ、うん、わかるんですよ、うん、はい、それでいっぱい喋ってね、録音されてこのチャンネルに残ってますのでね、
はい、すいません。はい、で運命のルーレットに戻りますね。はい、このぐらいでね、なんか1個でも伝わ、あの全部じゃなくてもいいですね、たった1個でもいいから伝わればいいかなと思ってですね、はい、なんでもいいんですよ。はいはい、あの、はい、でピアノっていう、これはあのピアノが簡単に弾けるっていう動画なんですよね。ここに来るまで今何分ですかね、20分も喋ってんですよそれでも再生されるってどうか知ってるんですよね。はい、ピアノが簡単に弾ける動画なんで、別に歌を聴かせてるわけじゃないんですよね。歌はね、でもね、歌誰か歌ってくれたらね、お願いします。はい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 ね、うん、あとかカラオケのね、あれ始めたんですね。始めたっていうか、まあ前から載せてはいるんですけどね、ちょっとちゃんと、ちょっとね力を入れようと思ってね、カラオケとかね伴奏とかね、そういうの作りますよって今この YouTube のですねトップにやってますんで、あとこれは恐怖の弾き語りシリーズなんで、恐怖の弾き語りシリーズのね、楽譜ね、楽譜メロディーなし楽譜ですね。メロディーっていうのに著作権がありますね。メロディーって著作権って何かってね、日本ジャスラックっていうのがあってね、それもいっぱい説明してますんでね、独占してんですね、音楽の全てを独占してんですね、ジャスラックっていうね、一民間の会社が、全ての音楽を独占してんですよね。音楽の、利権ですね、利権、この世の中ですね、もう全て利権なんですよ。音楽業界も利権なんですよ、うん、何でも利権なんですよ。原子力から何から全部利権なんですよ。そういうのね、調べていただくとね分かりますのでね、はい、検索すればすぐ出てきますのでね、はい、よろしいでしょうかね。はい、これ名探偵コナンだからね、若い人も見るかもしれないと思ってね、うん、いろいろ調べてください、世の中のことね。そうするとね、私さっき言いましたね、地球は誰のものでもないんですよね。いろいろおかしいことがね、明治天皇すり替えですよ、うん、今の天皇はね本物じゃないですよ、うん、本物じゃないですね、これ断言します。私はね、 100% 本物の天皇じゃないんですよ。うん、で本物の天皇はですね、天皇陛下で、まあ、天皇陛下興味ないかもしれないんですけど、ね、若い人興味ないかもしれないんですけど、私は太平記っていうドラマ知ってんですよ。太平記ってね、そこで後醍醐天皇っていうのが出てくるね、後醍醐天皇とか太平記で調べてください。天皇が2人出てくんですよ。だからインチキなんですよ、ねうんね、結局は自分のことしか考えて、自分の利益しか考えてないんですよ、人間ってみんなね、うん、分かりますか。だからといって共産主義とかそういうのは違いますよ。そう共産主義とか言ったってちゃんと甘い汁吸ってる人いるんだから、そういうの全部違うんですよ。だから全部違うんですよ。でいろいろ考えていくと、どういう結論に達していくかっていうと、量子力学とかそういうのが出てくるんですよ。いろいろ考えて、人間はね、人間とか何でもですね、ほとんど水でできてるんじゃないですか。水なんですよ。あなたは水なんですよ。あなた様は水なんですよ。あなた様はほとんど水なんですよ。ウォーターね、よろしいでしょうか。はい、はい、ということでですね、まだ言いたいことはいっぱいあるんですけど、まあ、このぐらいしてですね、ちょっと運命のルーレットをねちょっと回してみようかなということでですね、この曲は簡単に弾けますので、はい、よろしいでしょうか。はい、あとはもうちょっとやりますね。はい、恐怖の弾き語りなんでね、恐怖を感じたくない方はもうここでスパッと切って、ここにね YouTube ね、名探偵コナンいっぱい載ってますよね、アニメね、いっぱい載ってますから、それをね、2万回ずつぐらいね、全部2万回ずつぐらい見ていただくとね、いいと思います。はいはい、よろしいですかね。はい、この歌ね、で楽が欲しいとかですね、いっぱいコメントを少しずついただくようになってきて、ね、いっぱいじゃないんですけど、
楽譜っていうのは私できないんですよ。できるんですけどできないんですよ。楽譜売ってますよね、楽譜売ってますよね、楽譜売ってますよね、いっぱい売ってますよね、楽譜売ってますよね、 YouTube にも載ってますよね。それ書き写せばいいじゃないですかね、書き写せばいいじゃないですかね、うん、それでだけどそれ弾いても面白くないと思うんですよ私は。ごめんなさいね、うん、最初は面白いと思います最初はね、うん、でもそれできるようになったらあと難しいのもいっぱいあるし、面白くないかもしれないんですけど、まあそれは人によるからね、善意とは言わないですけどもね、うん、なんかできるようになればそれはね面白いと思うんですけども、これちょっと違う話でね、私はですね同じ音符2回できないんですよ。まあそれは楽譜書いてあるものはね弾けますけど、毎回こう手が勝手に弾いていくんですよ、うん、長くやってるのでそうなっちゃったんですよ。はい、よろしいですよ。これ分かりますかね、ジャズってあれですね、ジャズってね、ジャズって同じこと弾かないじゃない、そういう感じですね、シャンソンとかね、うん、私はフュージョンって言ってね、フュージョンって言ってですね、カシオペアとかね、カシオペアとか T スクエアね、ザスクエア、T スクエアとかね、なにわエキスプレスとかいっぱいいるんですけどもね、最近ねコメントください、白熊レイさんって、白熊レイさんね、松岡直哉さんが好きでね、私もちょっとねそれ聞いてね、いいなと思ってね、松岡直哉さんもちょっとやろうとね、この間ミーアモーレっていうね、ミーアモーレって中森明菜さんのね曲やりましてね、これね恐怖の弾き語りでね、はい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 、ということでですね、なかなか進まないんですよね、うん、でもそういう動画なんですよ私のね、そういうことでね、はい、あと前ハカイダーとかもね、その長いんです結構ね、ハカイダーも撮ったんですけどね、人造人間機械でね、はい、ということでですね、これイントロですね、イントロですね、こんなようなね、今適当なんでちょっとよく分かってないから、これはちょっと省略しますね、うん、これは省略しますね、なんかね、はい、それは楽譜売ってると思うのでね、いっぱい売ってると思うので、いろんなの買ってちょっとやってみてくださいね、はいはいはい、ピヨピヨ譜面はこっからですね、これだけですね。ピアノが弾けるってどういうことかっていうと、これでもう弾けたってことですよね。よろしいですか、この最大のポイント、これでもうあなたはピアノが弾けましたよってことですよね。もう一回言いますね、これでもう弾けたってことで、弾けたってピアノを弾くってどういうことかっていう、これで弾けたわけですよね、はい、これだけなんですよ運命のルーレット。次これですね、まあこれでもいいですね、まあこう来たからこういう感じですね、で次こういうで、これだけです、はい、これ難しいですか、難しくないですね、パソコンのがずっと難しいですね。だからピアノが弾けるようになる方法っていう、この再生リストがここのね、毎回ね書いてあります、あとピヨピヨ譜面のあれも書いてありますし、うん、ピヨピヨ譜面はこれです、これとこういう風に書きます、はいはい、でこの音符もなくてもいいっていう方はですね、音符もなくていいっていう方はもうピッてねファイルで送れます、はいはい、それもねちょっとあれしましたね、まあでも音符があった方がいい人は、手書きの郵送になりますね、はいはい、どうもすみません、はいはい、あとはね楽譜出てるからですね、まあそういうのを買ってみてね、いろいろ勉強してくださいます、はい、すぐ弾けます、はい、3、はい、ルル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 まあ、この辺はですね、私は適、こういうのは適当なんですよ、はい、どうでもいいんですよ、このメロディーができればいいんですよ、うん、だからこういうとこね、もっとかっこよくアレンジっていうかね、そういうのもねいろいろ覚えていくとできるようになると思います、なります
もっとかっこいいくね、まあ、いろいろね自分なりにやりたくなってきます。いろいろ覚えるとですね、はいはいね、だって CD の通りやったら別に CD 聴けばいいじゃないですか、うん、まあその、うん、CD の通りなんだけどちょっと違うってなれば、あの、うん、あのちょっとねなんか、うん、面白い自分なりのものが表現できてるわけですよ、はいはい。まあ、別に表現とかね、まあ、それはまだあれの話になっちゃうけどね、あれですけどね、うん、だから私はこれ同じ音2回出せないんですよ、はいはい、分かりますでしょうかね、うん、ちょっとそれはなんとなくね感覚で分かってほしいなと思うんですね、はい、うん、だからこうね楽譜通り弾いてるピアノの動画っていっぱい出てるじゃないですか、うん、それ、ね、私それあんま見ないんですよ、うん、あこの人こうだなってもう見る前に分かるのでね、うん、だから、それだとね別に、うん、なんていうかね、うん、そうなんですよ、うん、だからやっぱりね、うん、そういうことなんですよ。まあまあでもそれはあれで人に私は見ないっていうだけでですね、見てくださいね、いっぱいいろんな人のね、あこういうふうに弾いてるとかですね、うん、私いっぱい見てきたのでですね、私が求めてるものがあるわけでございますね。だからそれ人によってですね、いろいろ変わってくるわけですね。ちょっとこうちょっと分かりにくい、すみません分かりにくい話ですね。はいどうもすみません。で今ここまで行ってね、次ですね。はい。ルル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 これだけですよ。これとこれだけですよね。これできましたよね。難しいですか？難しいですか？難しくないですよね。ルル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 ルそんな感じ。すいません。あこれだけちょっと言ってみたかったんですよね。あちょっと気持ち悪い、ただ吐き気がしてきたってね、ちょっと怒られそうですけどね、どうもすいません、ちょっと横になってね、全てを忘れてください、はい、それと私の動画がもう二度と出てこなくなる方法もあるね、 YouTube この右下のねポチポチポチって3つのありますね、そこを押していただくと私の動画はですね未来永劫あなた様の目の前から消えることになりますので、そちらを推奨させていただきます、はい。ルル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 ルあれちょっと待って、ルル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 ミステリーですね、ミステリー、あミステリーっておばちゃんがいるんですよ、ミステリーっておばちゃんがいるんですよ、あの人なんつったっけな、なんて言いましたっけね、いるんですよミステリーっていうおばちゃんが、面白いんですよあれね。ルルルルずっと見てないの最近。今もいると思いますよ。分かる方はね教えてください。ミステリーっていうおばちゃんがいるんですよ。でもおじさんなんですよ。こうなんですけど、私ちょっとこういう風にしたくなりますね。こういうのね、でもピヨピヨ譜面はやっぱこの通り書きますかね、うん、まあ、こういうのちょっとね覚えるとね、それだけでも楽しいじゃないですか、ね、こういうね、これでもこれって不安定ですよね、不安定ですよね、ちょっと不安な気持ちなんですよ、これでやめて音切ったらね、これでちょっとモヤ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 ってするんですよ、だけどこうやると解決するわけですね、はい、はい、これでできました。難しいでしょうかピアノ、
難しくないと思うんですよね。あのポッポちゃんもこの曲好きなんで、ポッポちゃん水色のポッポちゃんですね。ポッポちゃんもこの曲大好きなんですよ。はい、ピーちゃんね、時々あの空飛べるんですよね、あの飛んでくれんですよ、うん、この部屋の中のね飛んでくれんですよ、うん、これ本当なんですよ、嘘じゃないんですよ、嘘じゃないんですよ、うん、すいませんね、ということでもう一回やりますか。はい、で今の基本にですね、あとは、ね、アレンジっていうかね、まあ私がいつもこういうのが好きなんでね、はい、ルル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 こういう風にしたいな。どうですかね、これいいといいですよね、別にね、変じゃないですよね、ね、次こうなんだから、ここで終わるよりこれで終わった方がいいんじゃないのかな。ピヨピヨ譜面ここに書いときますね、これで許してください、ピヨピヨ譜面ね、はい、こうしますね、そうしたら次こう入りやすいから、ルル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 ルでですね、まあいろいろね、まあいろいろですよ、あのパーカッションって分かりますか、パーカッションって、パーカッションって分かりますよ、分かりますよね、うん、パーカッションの方とベースの方とかね、これ3人でやるともうめちゃくちゃ楽しいですこれね、あと誰か歌ってくれればね、うん、もうちっちゃい音でね、ちっちゃい音でやればいいんですよ、ちっちゃい音でやるのがやっぱりね、あのちっちゃい音で軽くやるんですよ、これがかっこいいじゃないですか、いかがでしょうかね、はい、あ、なんか難しいところ一個もないですね、これね、いい曲ですね、あのもうずっと弾こうと思ってましたけどね、はい、まあタイミングっていうのがね、人生何事もですね、タイミングっていうのがあるわけでございますね、うん、だから今はこのタイミングなんですよ、うん、私のね、ね、今あの16歳ですけどね、あのやっと16歳になったんで、この16歳のね、この、うん、タイミングなんですよ、うん、はい、そういうことでですね、あのぜひ弾いてみてください、はい、はい、なんかね、わからないことあればですね、あの何でも書いてください、お前狂ってるとかね、気持ち悪いとかね、うん、まあ気持ち悪い人はねあまり書かない方がいいですね、それ自分に返ってくるんで、それ書いちゃうとね自分に返ってくるんですよ、わかりますか、汚い言葉ってね、自らの伝言ってあるんですね、あのありがとうとバカ野郎のね、あの自らの伝言っていうのはあの本当ですからね、あれもう絶対本当ですから、もう絶対本当ですから、あのありがとうって言ってる方がもう気持ちいいじゃないですかね、で別に人にありがとうありがとうって言ったらこれ変な人になるんで、誰にも人には言わなくていいんですよ、うん、思ってればいいんですよ、ありがとうって思ってればいいんですよ、あんまり口に出して言わない方がいいと思う、うん、まあ言ってもいいですけどね、あの自然ならいいんですよ、わざとらしく言うとね逆に不快になっちゃうからですね、うん、だから誰にありがとうって言うべきなのかっていうのは自分ですよね、自分にありがとうってね、ですね、あの毎日ね、あの100万回言った方がいいと思いますね、私はね、人間はさっき水でできてるって言ったので、あのありがとうをね聞かせるとね、こうやってありがとうって喋ってますね、今何回も言いましたよね、これ自分の体の全細胞が聞いてるわけですよね、うん、だけど時には私も怒ることもね、すごい今はねまだ怒るべきだなと思ってね、うん、怒ることは
怒らないといけないなと思ってね、それをまあわざと録音してるのもありますしね、結構、うん、わざとっていうかね、うんうん、そういう風に録音してるのもあります。はい、うん、やっぱりね大人がね、まあ、悪いんですよ。大人が今ね、大人が悪いんですよ。みんなね正直な気持ちで生きればですね、こんな世の中じゃないんですよ。うん、だからそれはねやっぱり怒らない、今こそ怒らないといけないなと思ってね。別に誰っていうわけじゃないですよ、もうみんなですよ、みんなで、私自身にもですよ、うん、だから自分の子供にはもう絶対嘘つかないんですよ。私も絶対つかない、もう絶対つかない、もう殺されても嘘つかないです。はいはい、そういう風にですね、あ、さっきピーちゃんが飛ぶって言ったのは嘘ですね、あの嘘なんですけどね、飛んでくれたら楽しいなと思うんですけどね。はい、はい、ということで運命のルーレットを回して、はい、もう一回ちょっとこうですね、ルル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 ルっていう感じでですね、すぐ弾けますよね。別に難しいことないですよね。あとアレンジはいっぱいいろんなの弾けばですね、できるようになると思いますので、それはこれがこう正解ですよとかそういうのはないですからね。正解はないのでですね、自分が出したい音を出せばいいんですよ。うん、余計もうそれはピアノが弾けるようになる方法でいっぱい喋ってるので、まあ、ご興味のある方はこの再生リストでね、第1回目から聞いていただけたらありがたいですね。はい、ということで、はい、どうもありがとうございました。またね、名探偵コナンの曲ね、ちょっとまだなんかね、いろいろあるからですね。でもあんまりね、うん、なんかね、ちょっとね、うるさい音楽私も好きじゃないので、うるさい音楽ね、うん、はい、はい、どうもすみません。なんかね、あと他にリクエストとかあったらですね、何でも書いていただけたらね、まあできるのはできますし、できないのはできないのでですね、はい、ちゃんとお返事します。はい、はい、どうもすみません。失礼します。